にちは。ジャパンビバレッジ所属の女子レスリング57キロ級の川井梨紗子です。今このコロナウイルス拡大の影響によって、今私の拠点を置いている大学のチームも活動自粛ということで、もうここ1ヶ月以上ですかね、部の練習をやってない状況で、全く本当ここ最近はレスリングをやっていない状況で、できる範囲のトレーニング、外を、まあ、ランニングしたりだったりとか、本当ちょっとしたウェイトトレーニングだったり、そういうことをして、まあ、それ以外は本当ずっと家にいるっていう毎日を送っています。そういう中で家にいる時間が増えまして、その中で私が何ができるかなって思って始めたことが大体2つあるんですけど、1つ目が、うちそんなに広くはないんですけど、こういうヨガマット、ほんと1人分のヨガマットをちょっと買ってみて、家の中でピラティスとかヨガだったり、体幹を鍛えるトレーニングをこの期間で新しく始めてみました。実際今ちょっとやってみたいんですけど、ちょっと腰を痛めちゃったのでできないんで残念なんですけど、このマットの上でネットを見ながら真似をしたりだとか、まあ、ストレッチも多めにやるようにしています。で、もう一つが、普段と練習している時は、大学の寮母さんが作ってくださるご飯を食べて毎日生活していたので、自炊をすることがなかったんですけど、この期間に入ってから自炊をするようになって、なかなかその料理をすることに慣れていないので、まあ、ネットで調べてなんですけど、調べたものを作って、自分でこんな感じのノートがあるんですけど、こう、なんかレシピを、まあ、分量だとかを書いて、いつでも作れるようにっていうのを最近また始めて、コツコツと続けているところです。なかなか難しいんですけど、まあ、ほんと寮母さんのありがためを実感するというか、なかなか普段気づけなかったこと、当たり前のことが当たり前じゃないんだなっていうのに気づけた期間だと思っています。今このコロナウイルスによる緊急事態宣言によって皆さんが多くの時間を家で過ごしていると思うんですけど、本当に退屈だったりとか、ずっと家にいることが苦痛だったりとか、本当いろんな状況の中で苦しい思いをしている人がたくさんいると思うんですけど、今ここで我慢をすることが未来の自分のためであったり、家族のためだったり、大切な人のためだったり、またもう本当今医療の最先端で働いてくださっている方のためにもなると思うので、今が我慢時、頑張り時なんだなと思っています。練習できないことは私自身すごい辛いなと思ってるんですけど、またその皆さんにレスリングをやってる姿を見てもらえるように、今は家でできることをやって準備しようと心を切り替えてプラスに考えられるように頑張っているところです。今回今こうやってなってますけど、もしコロナウイルスが落ち着いたら、また皆さんの前で私らしいレスリングを見せることができたらいいなと思っています。皆さん苦しい時期だとは思いますが、みんな苦しい時期なので、自分だけじゃないと思って、みんなで頑張っているんだという気持ちで、頑張って我慢していけたらいいなと思っています。